ペインダッピー、どうもカンタです。いよいよ賞金1000万円の大会バトルサミットまであと少しとなりました。 MC バトル史上最大のお祭りということで、 MC バトルという文化を作り上げてきた大ベテランから MC バトルにまさかの初参戦となったあの MC まで、本当に夢のトーナメントになっていると思います。そこで今回はバトルサミットの出場者20名について紹介したいと思います。改めてバトルサミット本番に向けて出場メンバーを振り返っていきましょう。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず1人目に紹介するのが、凱旋埼玉スーパーアリーナで電撃殺戦が発表されたこの人、リッキーダディダーティーさんです。リッキーさんというと、バトルサミットに参戦することが発表されてから様々な点で話題を呼んでいますよね。参戦が発表された際には、アナーキーでもマッチョでもかかってこいよと宣戦布告し、先日の記者会見においても、アナーキーもアクロもバトルの舞台に上がってこないため全く相手にならないという風に宣言していました。とにかくリッキーさんというと、 MC バトルの舞台でも何かしでかしてくれそうな存在。1回戦の対戦相手であったあの人ともバチバチにツイッターでやり合っていたので、今後の展開が非常に楽しみです。続いて紹介するのが、京都を代表する破天荒すぎるラッパー、ソンゴングさんです。ソンゴングさんというと、 MC バトルに参戦された経験はこれまで1回、前回は初参戦で初優勝という結果になりましたが、今回バトルサミットが2回目の参戦になりそうです。ソンゴングさんというと、何より破天荒でリアルな生き様が魅力的ですよね。これまでもニート東京やご自身の YouTube で様々な波乱を呼んできました。今回は Twitter で何やら色々とあった呂布カルマさんと1回戦で対戦ということで、記者会見からバチバチになっていました。誰よりもリアルな京都のラッパーが今回の大会をかき回すことを間違いなしです。続いて3人目に紹介するのが、レゲエ界で一番 MC バトルに強いかもしれないこの男、チェホンさんです。今回のバトルサミットではレゲエ DJ が3人参加されますが、その中でも一番 MC バトルで実績を残しているのがこのチェホンさん。今年行われた KOK2021 では、なんとレゲエ DJ でありながらベスト4に進出。レゲエ DJ でありながら MC バトルのトーナメントに欠かせない一人となっています。戦国24章の際にも武道館の音響とチェホンさんの声がすごくマッチしていたようにも思えるので、今回もレゲエ DJ としての卓越したパフォーマンスを期待しましょう。続いて4人目に紹介するのが、この人も MC バトルトーナメントに欠かすことはできない一人です。小峰の忍者ことムートンさんです。ムートンさんというと、今年の中でも記憶に新しいのが、凱旋埼玉スーパーアリーナ公演での坊主姿での登場、そしてイエローバックスさんに宣戦布告し、実際にバトルが行われるという展開ですよね。前回のはたまたまかもしれませんが、とにかく大舞台においてムートンさんという人物は何かしらドラマを起こしてくれることは間違いないと思います。1回戦から前回の凱旋で痛いところを使えてしまったあの YouTuber とのバトルということで、今回はどんな戦いをお互いに見せるのか非常に楽しみです。続いて5人目に紹介するのが、 MC バトル界の絶対王者、呂布カルマさんです。呂布カルマさんは今大会においても優勝候補筆頭、前回集計した時点で唯一 MC バトルの賞金が1000万円を超えている男でもあります。呂布カルマさんと日本武道館というと、戦国24章での優勝が記憶に新しいですよね。大舞台、そして賞金額が大きくなればなるほど強くなるというのがこの呂布カルマという男なので、今回も1回戦から孫悟空さんとの面白いバトルに期待です。そして6人目に紹介するのが、 MC バトル界の炎上請負人といえばこの人、燃えるゴミさんです。燃えるゴミさんはこれまでローワックス、オニピュアワンラインと名業界で参加してきましたが、今回再び5年ぶりに燃えるゴミという名前で参加することになりました。燃えるゴミさん自体は参加することは予想できていたのですが、そんな中で燃えるゴミという名前で参戦するのは誰も予想できなかったのではないでしょうか。前回の日本武道館で行われた戦国24章では惜しくも準優勝、今度こそ日本武道館の地で燃えるゴミという名前で優勝をつかめるのか期待です。続いて紹介するのが、岸和田が生んだ最強ライマー、ガードマンさんです。 MC バトル、そしてバトルサミットへの参戦に関しても賛否両論を常に巻き起こしている男が日本武道館の地に降り立つことが決定しました。賛否両論ありますが、個人的にはチャンネルガードマンでの知名度、そして KOK の予選で優勝するなど実力に関しても申し分ないものだと思います。記者会見でも得体の知れない煙を吸うなど事前準備はワンタン、今回の大会でも何かしでかしてくれるのではないかと期待しています。賞金の1000万円でご自身の家をなんとか直してほしいですね。続いて紹介するのが、ハワイから参戦するこの男、サイモン・ジャップさんです。サイモン・ジャップさんというと、現在活動の拠点をハワイに移していますが、5月に行われた凱旋埼玉スーパーアリーナでは電撃参戦、久々の参戦でありながら準優勝という結果を残しました。相手を圧倒しながら硬いライミングを踏み続けていく悪ガキスタイルは今回の大会でも光ること間違いなしです。前回は準優勝でしたが、今回は自分自身の地元東京で大きな成果を残すことができるのか楽しみです。続いて紹介するのが、レゲエ界が生んだ最強のモンスター、ジャンボマーチさんです。ジャンボさんというと、ジェホンさんに続いて2人目のレゲエ界からの資格、フリースタイルダンジョンで3代目モンスターを務めるのが MC バトル初参戦になるなど、これまで規格外の活躍を見せていきましたよね。また昨年行われた凱旋 MC バトルピアーリーナ公演に関しては、大きな舞台でのジャンボマーチは最強だという説を呼び起こしました。これまで大きな大会での優勝経験はないものの、今回のバトルサミットが初優勝なんていうこともあるかもしれません。関西のビッグボスの活躍に期待です。続いて紹介するのが、まさかのまさかすぎたこの男の参戦、シャカボーズさんです。シャカボーズさんに関しては MC
ーバトルに参加されないというスタンスを貫いていましたが、今回エースさんにインスタライブで誘われたというところからバトルサミットへの参戦が決定。一番最初に出場者として発表された際には本当にサプライズでしたよね。実は2015年16年頃までは MC バトルに参加されていたこともあるそうなのですが、現在では実力は未知数、全くどんなバトルをするのか読むことができません。今回の大会でもそんなミステリアスな魅力を爆発させるのか期待です。続いて紹介するのが、昨年 MC バトルに復帰し今年から覚醒しまくっているこの男、ディスの極みメガネことドタマさんです。ドタマさんというと MC バトルを黎明期から支えている大ベテラン、フリースタイルダンジョンの初代モンスターを務めた後 UMB2017 では初の全国優勝を果たすなど MC バトル界屈指の実力者です。今回の大会はヒップホップシーンを代表する大物が多すぎる大会なわけなのですが、そんな大会だからこそドタマさんが噛みつき優勝するというビジョンもあるかもしれません。今年に入ってから覚醒しまくっている男を今回の大会での活躍にも期待です。続いて紹介するのが、企画外のフリースタイルスキルを持つヒップホップモンスター ID さんです。 ID さんというとフリースタイルダンジョンの3代目モンスターも務めた MC バトル界の強豪、様々な相手と熱い戦いを見せるベストバウトメーカーでもありますよね。ただそんな ID さんは大きな大会での優勝経験が少ないということも事実、いつもあと少しのところで優勝できていないんですよね。ただそんな ID さんだからこそ今回のバトルサミットという大会にかける思いは人一倍強いと思います。個人的には今大会のダークホースになり得ると思っているので注目です。続いて紹介するのが、新宿アンダーグラウンドヒップホップの生みの親、カン AKA ガミさんです。カンさんもプレイヤーとして MC バトルに参戦することは久しぶりのこと、ここ最近は KOK の主催として様々な活動を行ってきましたが、今大会は MC バトル史上最大のお祭りということで MC として参戦することになりました。戦国18勝で優勝された際にもまだ 100% の力を出していないというような発言もあったため、今大会でカンさんのフルパワーが見られることもあるかもしれません。もしフルパワーの際にはもう止められないと思うので非常に注目です。続いて紹介するのが、沖縄からヒップホップドリームを掴んだこの男、チコカリートさんです。チコさんというと2015年に MC バトルから夢を掴んだ男、フリースタイルダンジョンで4人目のモンスター R ステイさんを引きずり出してから一気に勢いを伸ばしていき、戦国13勝での好成績、そして UMB の優勝と勢いを掴んでいったことでも有名です。とにかく MC バトルのマイク一つで夢を掴んだ男と言っても過言ではないと思います。昨年 MC バトルに復帰してからアルバムをリリースされなど活動も精力的になっています。今大会に関しても優勝して何を残してくれるのか非常に楽しみです。続いて紹介するのが、ヒップホップ MC、 レゲエ DJ としても活躍されているこの方、コーンヘッドさんです。コーンヘッドさんというと MC バトルを見ているという方には聞き馴染みがない方かもしれませんが、オジロザウルスのマッチョさんとヘイガールという楽曲を作っている方でもあります。ヘイガール聞いたことがない人はぜひ聞いてみてください。ヒップホップ MC としても活躍しているコーンヘッドさんですが、 MC バトルには初参戦、コンバットでは圧倒的なパフォーマンスを見せましたが、 MC バトルに関しては完全に未知数です。1回戦はレゲエ DJ であるジャンボマーチさんとのバトルということで、どんなスタイルウォーズが見られるのか非常に楽しみです。続いて紹介するのが、様々な点で話題を呼びまくっているこの男、ベルさんです。ベルさんというと今年に入ってから様々な点で話題が絶えない一人ですよね。先日行われた This for You MC バトルではなんと準優勝、そして格闘技リアリティショーブレイキングダウンにおいてはオーディションに警棒を持ち込んだということで警棒ニキという風にも SNS 上で言われています。ただ今大会にかける思いは非常に強く、警棒は持ち込まずマイク1本で戦うという風にも宣言されていました。1回戦からリアルすぎるあの男との戦いということでバチバチになること間違いなしです。続いて紹介するのが、2019年に旋風を巻き起こしたこの男、オーソリティさんです。オーソリティさんに関しても戦国24勝以来ということで1年ぶりの MC バトル復帰、 UMB2018 で準優勝をしてから2019年まさに無双の1年を送った男が再び MC バトルの舞台に戻ってきました。本人のインスタライブの中でも2019年が強すぎたという風に語っていましたが、その2019年の強さが戻ってきたら無双することはあるかもしれません。今大会でも勢いに乗って優勝するということもあり得ると思うので1000万円の獲得に期待しましょう。続いて紹介するのが、今年に入ってから MC バトルに引っ張りだこなこの男、引き金サウンドよりボンズさんです。ボンズさんというと今年に入ってから MC バトルのトーナメントで見かけない日はないというぐらいに出まくっている MC、 リアルな生き様とブラックなユーモアセンスで相手を幻惑させる戦い方で様々な MC バトルを盛り上げてきました。今大会でも記者会見からやる気満々、1回戦とのドタマさんとのバトルはバチバチになること間違いなしだと思います。今回もワシのような鋭い目つきで相手を切り裂くことができるのか期待です。続いて紹介するのが、帰ってきたフリースタイルキング、シンペータさんです。シンペータさんというと戦国24勝そして KOK2021 などに出場されましたが、その後バトルからの休止を発表、バトルサミットへの参戦はないかと思われていましたが、先日電撃参戦が発表されました。本人の YouTube の中でも再び参戦したいという気持ちが整ったという風に語っていたので、今回の大会にかける思いも人一倍強いことと思います。
ます。何より何かドラマを起こしてしまう男ということで、今大会の主人公、そして優勝候補筆頭かもしれません。そして最後に参戦が発表されたのは、本当に衝撃的すぎたこの男、ジブラさんです。ジブラさんというと、フリースタイルダンジョンのオーガナイザーでもあり、日本ヒップホップの父とも呼ばれている人物。冗談抜きで日本語ラップの歴史、MC バトルブームは、ジブラさんなしでは生まれなかったものだと思います。そんな様々なムーブメントの生みの親が、なんとバトルサミットに参戦。1回戦から関栄慶神さんとのカードという二度と見られないような豪華なカードが実現しました。これまで生み出してきたパンチラインが日本武道館の舞台で見られるのか非常に期待です。とにかく出るというだけでワクワクしますよね。というわけでバトルサミットの参戦メンバー20名について紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。バトルサミットに関しては本当に MC バトル最大のお祭りだと思うので、皆さんも一緒に展開を今後見届けていきましょう。また皆さんの優勝予想などありましたら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。カンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録をお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。本当にこれ以上優勝予想することが難しいトーナメントってありませんよね。レゲエの大御所からヒップホップ界の大御所、そして最強の若手といったメンバーまで、最強にバランスがいいメンバーなんじゃないかと思います。今回の20人トーナメント、一緒に楽しんでいきましょう。